さんこんばんは、荒井圭介です。本日2024年、9月16日、20時6分、プロ野球界の皆様へのメッセージということなんですけども、ホームページ、荒井圭介の履歴の一番ですね、まあ、あの大体、まあ、出だしは天の神様への安全のお祈りと、台風消滅に関して、まあ、これ法律が動いていてややこしいんですが、平成20年の放送法の第6条の2が平成31年の六法全書なら、108条に変わってます。まあその間の何年に変わってるのかはちょっとよくわからないんですけども、まああの記載されてる内容はあのまあこういうふうに、書いてるんですが、その下ですね、本日の日付16日の下、まあこれ提出済み裁判用書類のところをアクセスしていただいてですね、まあこの下の方のところ、特許のこの図面の下の方のところ、これあの口頭弁論の記述変更申請書なんですけども、まあこれは結局9月5日予定通りの時刻に始めますということで、まあまああの時刻を変えてもらえなかったんですけど、ここに記載している内容、これ見ていただいたら分かる通り、あの僕はまあ L 業界をどれぐらい潰してきたかっていうところを記載しています。まあそれの得点でいくと、まあ10点以上はあると、まああのこう近年でいうとコンビニエンスストアからも、まあ大々のコンビニエンスストアから L 業界関係の雑誌とかも置かれなくなったりとかしていました。で、その辺のところとかの特典なんですけども、まあ、ここ近日で、調べてみたところ、これだったかな、ちょっと待ってくださいね。ソフトバンクさんが、まあ、10点、取っていた試合がありますと。で、まあ、この書類はだいぶ前に出してるんですけども、まあ、阪神タイガースの試合をこう撮影しながら、こういろいろ、まあ、喋って記録とかもしたりしてるときに、まあ、こういうエロ業界関係のところで 10得点があるというようなことを言ってたんですけども、まあ、それがその時になぜかソフトバンクさんの得点言ってるんですよ。で、今のところのペナントレースの進み方を見ると、2003年阪神タイガースって日本シリーズで相手がソフトバンクさんだったんですよ。で、阪神タイガース負けて、いるんですけども、まあ、今度は阪神タイガースが勝つ番だとか、そのストーリーで今進んでる傾向が見受けられると。で、パ・リーグとセ・リーグのその日本シリーズの優勝回数が大体揃ってるっていうことを考えると、まあこの辺のところがどうなってくるのかっていうところがあるんですけど、まあその前にまず10得点の話の方に戻りますね。その10得点の話なんですけども、その後は、昨日、広島の方が、得点してしまってるんですよ。で、まあ横浜ベイスターズさんの方が得点してくれたらいいのにというところなんですけど、まあまあ広島の皆さんには申し訳ないんですけども、その第二次世界大戦の後のその優勝の数を揃える話だとか、まあその辺のところで物事を進めているんですけども、それがそのように稼働がうまくしていない。あとは暴力団関係潰しの件に関しては、まあ解説席とかでも、もう僕は二十歳ぐらいの頃からフルーツラパークでも言ってたんですけども、その6得点あるだとか、それは何かって言ったら、あの兵庫県の姫路市よりももう少し西の方に播磨という地区があるんですけども、まあそこの播磨の方にあった田岡製薬所、精神を生産されなくなる薬、要するに田岡御殿というものを神戸市内の、東灘区に作っていて、だから医療業界関係のその精神病院関係で、まあ政府からのお金が流れてきながらめちゃくちゃなことをしていると。それで一回摘発されてるんですよ。でニュースでもその申し出た人物は誰かっていうことで、それ僕の名前が出てるんですよ。でそれを取り締まりがあったのは、多分僕は中学生ぐらいの頃で、小学生ぐらいの頃に学校で、先生がいろいろこうクラスの人間に挙手を求めて、こういうふうなことは間違ってるかどうか、
皆さん意見を出してほしいということで、で、まあ、多分出席番号は1番だったからか何なのかよくわからないですけども、まあまあ、僕の名前が出るようになってからは、多分1998年以降だと思うんですけども、テレビで僕の名前について、放送されていました。で、まあまあ、それは、その暴力団というのは、その精神の生産されなくなる薬を精神病院に扱っていて、金儲けをしていたと。で、まあ、入院費に関しても、今まで言ってきた通り、1ヶ月で百何十万、請求すると。もう、最高級ホテルと同額、相部屋なのに、そんなわけないでしょっていう、めちゃくちゃな、お金の稼ぎ方。もともと精神病院の性質を考えると、第二次世界大戦の頃でいうと強制収容所です。ですので、第二次世界大戦のことを分かっていない人間が、そういうふうなことでお金稼ぎをしていたと。まあ、これは真実であります。で、その辺のところ一回、だからまあ警察側も動いて取り締まってるんですよ。山口組っていうことで。だから、その辺のところだから、そういう真実っていうのもフルオープンで世界に公開できていればいいんですけども、世界中でそういうのはやめましょうということになりますから、極端な少子化が進んでいる原因はその精神を生産されなくなる薬とか精神病院の件だとか、それも大きな要因の中の一つですので、これはちょっとやりすぎであると。でさらにその精神を生産されなくなる薬を飲まされてしまった人間から奇形児が生まれてきている確率はどれぐらいなのかだとか、まあ、そういったこともあります。で、だからまあ、その、僕が関わってきて、行ってきたことに関する僕の持ち点っていうものが、他の球団に行ってしまっては困る。まあ、僕としては、第二次世界大戦の後の優勝回数を、揃える話で物事を進めようとしてるんですけども、まあ、その通りに物事が進んでいないっていうのが、まあ、今年言うと、横浜 DeNA さん、がセリーグで優勝する、都市であるということを最初から公言して、物事を進めてきたんですが、まあ、かなり難しかったです、本当に。で、まあ、私も人間ですし、まあ、他にも世界戦はたくさんあるわけですから、いろんなところで、難しい部分等があったんですが。まあ、僕の方の持ち点ですからね、それだけでも16点ありますし、その今結局、まあ、やっぱりご飯食べてる食べてない云々とかで、試合中にシャワーを浴びた浴びてないとかで阪神タイガースが点取られたわけじゃないですか。で、僕が推奨するチームとかにそのしわ寄せが行っていたりするわけじゃないですか。しわ寄せというかその得点が行ってたわけじゃないですか。まあ、そちらの方に僕の従来の持ち点だとか、台風消滅だとか、その辺のところはフェイクニュース、台風の件に関してもかなりフェイクニュース混ぜられてるみたいです。で、ただ僕のその風とかを取ったりだとか雨とか雲だとか、そういうような話っていうのはしっかりとホームページに記載することによって効力を発揮しています。で、その日その日その内容をホームページ IKS 系の利益だとか、そういったことを強く意識することによってそういうような現象が出てきています。今日の阪神タイガースの試合でも、試合開始の頃は、晴れてたと思うんですよ。だけども試合終わる頃にはだいぶ曇ってたと思うんですね。で、そういう途中から台風消滅っていうものを強く意識し始めて、そちらの方が、まあ、試合も勝ちやすかったです。まあ3得点になってますけども、普通、まあ、台風消滅だったら、まあまあ、もっと得点あってもいいんじゃないかなと思うんですけども、防災でかなり協力できてますから。だから、まあ、他にもいろんな特典とかありましたから、だから、まあ、じゃあ試合中に食事してなかったら、こちらは1特典取れなきゃおかしいわけじゃないですか。頭の中渡していても、特典に結びつかないケースとかあるんですよ。だから、特典の元になる根拠っていうものがまず必要であって、まあ、そこに勝ち負けがついてくるわけであって。まあ、
まあ一応まあたまに頭の中でいろいろ考えてしまうこととかありますけども、まあ天皇陛下は日本人全国民のための国家の象徴であるのであって、全国民のための存在であると、それは、なる人様もおっしゃってますし、平成の天皇陛下もおっしゃっています。それはまあ今後も変わらないでしょうし、それで東京都がこう優遇されるわけではないと。まあ、別にこれ、巨人憎しで言ってるわけじゃなくて、すごく不可解さを感じるんですよ、あの優勝回数とかを見ると。だから、ある種変なルールが使われてるんじゃないかなとも思うんですけど、例えば今日岡本和真選手が最初に、決勝のツーランホームランを打ってると7対1で勝ってるんでしたっけ。7得点、その点数の移動の仕方、阪神タイガースが3点以上で巨人が7点以上、横取りしてないんじゃないですかっていう話になってくるんですよ。10得点の話がこれでもうバレてますから、興味もしてるんですよ。一応これ、裁判所にはだいぶ前に提出してるんですよ。だから僕のホームページで公開しなかった場合、横取りされてる可能性があると。で、だからこの辺のところで、だから本当に優勝回数を均等に揃えていくっていうことを考えると、その最下位の数とかもですよ。だからその持ち点のところで差配をさせていただかなかったら、やっぱりまあ巨人の優勝回数とあと最下位が第二次世界大戦の後1回しかなったことがないっていうところは、やっぱり不可解さと変だなっていうところはあります。それ多分巨人の選手の人たちも感じてるんじゃないですか。でただし、まあその右バッターを育てなければならないの部分でも、まあ、基本的にイチローさんの登場によって左バッターを目指される人たちが増えて、左打者の人たちで好打者の人たちが増えてるんですよ。だからまあ右左のバランスもありますし、まあ足が速くて守備範囲が広くて、盗塁もできて、まあホームラン、まあ横を言うと3割30本30盗塁だとかトリプルスリーの話になってくるんですけども、まあ、そういうふうなチーム編成だとか、まあ、あんまりその巨人のことを悪く言ってるように聞こえてしまうかもしれませんから言うわけでもないんですけども、例えば左バッターではありますけども、秋広選手っていう選手がジャイアンツにいますけども、確か身長2メートルを超えてませんでしたっけ。2メートルぐらいある選手ですよね。だったら多分足腰もしっかり鍛えたら速いですよ、絶対盗塁。翔平みたいにちゃんと下半身を軸にして体を鍛える、もうトリプルスリータイプですよね。そう、体を鍛えると、まあ、どちらかというとそういう風に鍛えてほしいっていう部分と、やっぱり身長2メートルもあったらやっぱりホームランの数は増えると思います。しっかり上半身の筋肉、下半身の筋肉しっかり鍛えていれば、大谷翔平選手より体大きいわけですから、飛距離翔平よりも出てもおかしくないんですよ。だからまあ、やっぱり体大きい人の特徴で体をしっかり鍛えている人って、例えば高めの速球でも芯から少し外れていても、そのフルスイングすることによって、例えばポール際のあたりとかだったらホームランにできたりだとか、やっぱり飛距離の出方が違いますから、まあ、まあそういうふうな形で、対応していただけたらなと思います。まあ、あとは、まあ、今回の大元の要件っていうのは、そのソフトバンクさんで、その後広島さんの方に10得点10得点が行ってたっていうところがちょっと気になるところで、その後何かその10得点がバレて、得点が増えたりとかしてませんでしたけど、まあちょっといろんなことに対応しながらなんで、まあ訴訟関係とかもそうですけども、もうとにかく今大変です。以上です。
あまあこれあとは横浜 DeNA の皆さんもう今の現状ゲーム差考えたら残りの試合数考えたらもう3位狙いがもうとにかく後の試合あのとにかく勝つしかない横浜 DeNA さんの立場はというところだと思います。まあシーズンこの内容を振り返ってみるともう一つの違う角度から物事を見るとパリーグは楽天かロッテどちらか一つに最初から絞っていなかったとで、セリーグに関して、横浜 DeNA 一本に、絞ってなかった部分もある。ただし得点の差配とかをこちらの方の持ち点として、差配できていればここまで苦労することはなかったと、まあ、こういうふうな部分が、まあ、こちらとしてはありますと。以上です。